本当に恥ずかしい話をしている自覚はあるよ。私これ死ぬんか。病は気からというか、ほどほどにね。これ以上長引いたら行くわ。さすがに。別の病気も視野に入ってくる。もうちょい早く行ってほしかったけどね。やったさ、マジでさ、人間じゃないんだよ。この言い方ちょっとするとあれなんだけど、ゴミカスみたいな子供おばさんだから、病院一人で行けないんだよ。一人だと病院ガチで行きたくない。ママについてきてもらわないと病院行けない。怖いから。市役所とかも無理。無理だ。絶対無理だ。別に、いいんだよ。一人で病院に行くでもいいんだよ。いいんだけど、外に出るっていうのができない。別に外が怖いとかないんだけど、外に出なさいってケツを叩かれて、出たりとかするならまだ行けんだよ。でも外に出ないとなーって自分でうっすら思ってるだけだと、あー漫画面白いし、病院は明日で行っかーってなるんだよね。お分かり？